連邦参事会で就任先生をするエリザベスコップは文章学におけるチャージの一つでヨーロッパのゲルマン系諸国で用いられる。人差し指、中指を立て、薬指、小指を握った右手を上げた図像であり、親指は握った状態とすることもあれば伸ばした状態とすることもある。また、これらの国では裁判所での先生の際にジェスチャーとして行われることがある。 ジェスチャーとしては、かなり古くから使用されている。バチカン四国に着任したスイス衛兵の新兵は、1527年のローマ合略以降毎年5月6日に行われる式典において、教皇への忠誠を示すために、主文は反動を持って、敬礼を行う。この際、人差し指、中指に加えて親指も立てて行うが、この立てた3本の指は三位一体の象徴であると、 されているスイスは連邦制国家であるが、この原型となったと言われる14世紀の現所同盟は、リュトリノので結成されたとされる。このリュトリの誓いを描いた絵画等では、参加者がシュブーア反動を行っている姿が描かれている。スイスの連邦議会と連邦参事会では、選出された議員はシュブーア反動をもって、 就任先生を行うのが慣例となっている。ありがとうございます。